バウアー、いきなり打たれる。いきなり先頭打者ホームラン。山本選手に打たれてしまいました。2軍でやりたい放題されとるやん。ガチでしょぼいなバウアーマイナーリーガーやん。よくいるハズレ外国人と同じような状況に陥ってるのが悲しいわ。やっぱ横浜以外は癖に抜いてるのか。バウアー中読んで20勝とかキャッキャしてた頃、投げてる球だけなら阪神村上級やろがちで不思議なんやが。癖なのか見やすいのかわからんけど、これ変化球とストレートかくらいはバレバレやろ。さすがに草生える。これ歴史に残るネタ助っ人かもしれんぞ。令和のミセリグリーンウェルメンチ。いくらなんでもしょぼすぎる癖とかいう次元の話か。バワーの高めストレートって普通にバットに当たるとこに投げてるから高めというよりただの甘いストレートやん。これじゃ打てなかった西武2軍が雑魚みたいじゃん。バウアーにやってほしかったピッチングを今ちょうど1軍で今永がやっとるわ。2軍だから点取られてないだけで1軍だと5失点くらいしてるやろ。これピーク過ぎたとしても防御率3.50くらいにはまとめてくると思ってたわ。ご視聴ありがとうございました。